リング上は鈴木みのると辻陽太の2人だけの世界です。ただこうやって辻選手とか出る杭があれば鈴木選手はね間違いなく打ってきますから。おお、これは鈴木みのるが打ち勝ったか。いやでも倒れないですよ。ニヤッと膝一気に崩した。鈴木みのるが動いた、おお早い、そしてコーナーに持っていく。お、海野翔太が結果的に海野翔太と鈴木みのるのタッチが成立しました。わあ、そうか、なんかこうね成田選手を返してっていう感じがなんかねこの2人が一緒に並んでるのなんかそういうところありますよね。ありますね、7番勝負の関係性です。はい、そしてこのお立ち行きますね。